さて今年最後になりましたけれどもね、静岡親子劇場の事務所にやってきています。2013、まあ今年もいろいろ振り返ってもらいながら、はい、高橋さん小池さんにお話伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、静岡親子劇場、はい、まあもう番組出てもらって何年ぐらいですか？5年ぐらい6年ぐらい出てもらってるような気がするんですけど、なんかそんなくらいですね。そうですね、きっとね、5、6年ですよね。そうですよね、うん、いやなんか毎年毎年いろんなね、舞台の話とかもしていただけるんですけれども、はい、まあ、この静岡親子劇場、はい、やっぱこう初めて聞いたっていう方もいらっしゃると思うんで、はい、どういう、はい、団体なのかっていうことをお話ししていただけます？はい、静岡親子劇場は舞台鑑賞等を通じて子どもたちを人間性豊かに育て合おうと活動している非営利団体です。年中以上の子どもも大人も、1人1ヶ月1300円の会費で年に4本の作品を鑑賞します。質の高い年齢に合ったさまざまなジャンルのプロによる作品を見続けることを大切にしています。3歳以下のお子さんはお母さんのお膝の上で見ることができるお膝登録制度や託児もあります。ワークショップや遊びの会、親子スケート、スキー、キャンプなどの活動も楽しんでいます。めちゃくちゃよそ行きなって喋りますよね。これ年末だからですか？びっくりしました。ちゃんとほらお伝えしなきゃいけないところはね、きちっとお伝えしようかなと思って。肩こりそう。今回ほらすごくわかりやすくなかったですか？なんか初めて聞いた方もね、高橋さんの真面目さが出てしまう、でしょ、うん、A 型ですか？はい、A 型です。ということでね、まあ、静岡親子劇場どんな団体か分かっていただいたと思うんですけれども、はい、まあ、今回、まあ、もう2013年、まあ、12月なんで、うん、ラストということなんですけれども、はい、どんなお話をしていただけるんでしょうか？はい、12月は、2本作品があったんですけど、うん、はい、14、15に行われた、総合工作芸術家だるま森プラスえりこさんの音曲人形芝居狐弁当が、はい、12月14日と15日に行われたんですけども、その時の話をちょっと、はい、ね、うん、覚えてますかね、前回、はい、脱皮があるっていうねはい、はい、お話があって、私が、うん、おお脱皮みたいな感じで、はい、ね、覚えてますよね、はい、うん、面白かったです。でその脱皮って何なんですか結局？脱皮ね、うん、だるま森さんが一人でその、はい、やるんですよね、劇はね、うん、うん、でえりこさんって方がこうお囃子とかこうやられるんですけど、はい、だるま森さん最初に登場してきて体中新聞紙なんですよ、うん、はいはい、はい、でね、ね、脱皮脱皮する、はい、っていうか結局、人間は、うん、脱皮するんだって子供たちに言って、で子供たちは、うん、脱皮ピー、人間は脱皮しないよみたいな感じになるんですけど、うん、こう後ろで見ている大人たちを見てください、何度も脱皮を繰り返しみたいなね、うん、そうだから脱皮って別にこうなんか皮が剥けるというじゃなくて、ね、じゃなくて、うん、いろんなこう経験をってことでこう成長していくってことを多分脱皮って表現してるんだとね、だるま森さんね、思うんですけど、うん、でその脱皮がね面白かったですよね。脱皮脱皮とかって音楽お囃子をね、そうこう踊りながらね、はいはい、結局その新聞紙で作った服を自分でこう脱ぎ捨てて、はい、で新しいだるま森になり、うん、劇が始まるっていう感じなんですけど。おお、なるほどね。そうなんですよ、うん、まあ、子供さんの反応とかはどんな感じでした？初め、何が起こるのっていう、やっぱ脱皮、急に脱皮だったからね、うん、そうそう、だけどもう内容が始まるとね、すごい面白くって、うん、もう本当芸術的な、うん、こうカラフルで、はいはい、舞台自体がすっごいカラフルにできてて、それも全部だるま森さんが自分で創作してるんですね、うん、お話 もう人形も、人形が出てくるんですけど、はい、そういうのも全部作ってて面白かった ね、うん、ね、なるほど。今親子劇場のフェイスブックの方もちょっと見てるんですけどもね、はい、だるま森さんこう映ってたりとかするんですけども。あ、そうですそうです、うん、はい、詳しいこととかもね、こちらの静岡親子劇場のフェイスブックでも載ってますので、はい、ぜひぜひいいねを押して
そうですね、はい、ぜひ見ていただければなと思うんですけれども、はい、ホームページもきっと様子がね、うん、載ると思うんですよ、うん、お願いして載ると思うんですか。はい、すいません、私がやってないので、はい、ホームページの係の方にお願いしてあるんで、ホームページもね、うん、送ってあるので、はい、また見ていただきたいと思います。はい、載ると思います。脱皮の雰囲気も、はい、うん、はい、で、それはもう終わったので、はい、新しい、これ1月になるんですけども、1月の25日の土曜日の19時からなんですけども、静岡市民文化会館の大会議室で行われます、はい、人形劇団古今さんによります眉の夢、眉の夢、はい、はい、これ対象は中学生以上になるんですけども、はい、ちょっとじゃあ難しいんですかね。結構割と真っ暗になった舞台の中で、はい、静かな中にこういろんな笑いも入ってっていう感じで、4つか5つのこの小さい作品が散りばめられているんですけど、はい、まあ、その笑いもやっぱちょっと大人も楽しめるような笑いだったりするので、はい、うん、やっぱりこう雰囲気は小学生、はい、5年生6年生ぐらいでも十分楽しめると思うんですけれども、うん、やっぱりこう大きな 年齢層の子たちでこうゆっくり落ち着いた感じ雰囲気で見たいなっていうところがありますよね、うん、この眉の夢っていうのってトータル的に全部とのストーリーも含めてなんか眉の夢っていうのが関係してるんですか。そうです、だから、古今さんの古今っていうのは、はい、眉っていう意味なんですね、フランス語でね、フランス語、はい、なのでその古今さんが見た夢ということで、はい、眉の夢だから全部夢の中のお話なんですよね。なるほどなるほど。でそれがトータルは重なってるんですけど、全部お話自体は全部違うお話でなってるんですけれども、うん、前回の糸による奇妙な夜よりも、はい、まあもっとさらにこう笑いの素材が入ってる、うん、エンターテインメントっていうかそういう感じで、人形劇っていろんな表現方法前にもお話ししたと思うんですけど、はい、けこみの中の片手使いの人形劇もあれば、はい、うん、一つの人形を3人とかで手と足も別々に、はい、操るようなこう手使いの人形劇もあるんですけど、はい、これはマリオネットなんですよ、糸操りなんです、はい、なので山田さんがこう糸でこう全部操ってるんですけど、うん、その操る演者 その糸 その先を見てるのも楽しみだし、はい、また それに操られてる人形もちろん面白いものもあるんですけど、だからそれぞれがこう、うん、見る方がいろんな視点で見れるっていうのがやっぱ生の舞台の良さだと思うんですね。なるほど。この人形劇眉の夢、これはお一人でされてるんです、はい、基本は山田さんが主にやってるんですけど、はい、もう一人助手として坂東さんって方が、はい、女性の方が一人一緒にやってるんですけどね、うん、なるほど。なんかいつもね親子劇場さんとかでお話伺うと人形劇団とか本当にこう劇団って日本全国たくさんあるんですよね、でその中で毎年やっぱりいろんな劇団の方とかこう調査されて、これがやっぱりこの学年とか年齢に合ってるっていう部分とかもすごく調べられてるんですもんね。そうですね、うん、でこれはまあ私も東京の方で去年の、はい、今年の冬かなに見てきて、はい、でまあすごく楽しくて、うん、それもまあ出来上がったばっかりぐらいだったんですけど、すごく完成度が高くて、はい、きっといいだろうなっていうふうに思ってるんですけど、うん、へ、前回のね糸による奇妙な夜がすごく評判よくって、うん、はい、もう中学生以上の、ね、子供たちがすごくもう感動したっていうか、はい、でなかなかね終わった後もみんなでもうその古今さんにね、うん、古今さんって山田さん、はい、うん、に本当に良かったっていう感じで、うん、皆さんなかなかその場を離れられないくらい心にやっぱなんか響く作品だったり、うん、はい、いろんな人形を見せてもらったりとか、そう、仕掛けを見たりとかすると結構面白くて、うん、そうなんですよ。で関西の方なので、はい、やっぱそういうなんかノリとなんかツッコミみたいなのが笑いがこう、うん、フフって笑うのがあれば、うん、もう私が見に行った時なんかもう男性なんかもう大笑いして見てるような方もいて、はい、結構男性の方も見応えがあるっていうか、うん、ほっこりするような、ね、前回が夜の夢で今回は白昼夢っていう、うんうん、ふうに言われてましたよね、うんうん、またじゃあちょっと雰囲気が変わるかもしれないですけど、やっぱりその
山田ワールドっていうのがすごく、そうなんですね、うん、こちらがもう来年の1月の25日、はいはい、土曜日ということですけども、時間とかそのあたりは、はい、時間は、19時からですね、はいはい、で会場は18時45分になります、はい、で場所は静岡市民文化会館の大会議室ですね。で上演時間は1時間15分になります。はい、はい、こちらの方もねぜひぜひ、まあ、見てもらいたいでしょうけれども、見たい、うん、欲しいっていう部分で言うと会員に入るって感じになるんですね。そうなんですよ、はい、さっきも言いましたけど、うん、年中以上1人大人も子供も1300円の会費を1ヶ月にね、うん、はいはい、払っていただくことにはなるんですけど、うん、はい、はい、まあ、こちらね後でちょっと連絡先もちょっと言おうと思うんですけれども、はい、まあ、あのこの1年ね、まあ、2013年もうすぐ終わろうとしてるんですけども、はい、親子劇場さんとしてはこの1年ってどんな1年だったんですか。親子劇場的には始まるのが6月からになるんだよね、うんうんうん、で6月に始まる前に春公演っていうのがありまして、で春公演っていうのはあの一般の方向けに親子劇場でこんな活動やってますよっていうのもちょっとこうお伝えしながら、会費じゃなくってチケットね売りでやるんですけども、そこで2人は友達、ひとみざさんのねを行って、すっごいもうみんなに喜んでいただいて入会が非常に増えたんですね。はい、嬉しかったなっていうお仲間が増えてね、子供の作文みたいな、お仲間が増えて嬉しかったなって、うん、本当にね、あのちっちゃい子がねすっごいやっぱ、やっぱ人形劇見るって、うん、すごくやっぱ子供って、うん、なんていうのかな、心にこう響くものがあるっていうか、うん、すごい感じたよね、うんうん、だからなかなかねあの劇って見る機会ってないんだけど、うん、やっぱり親が、うん、見せてあげられるとやっぱいいのかななんてすごいつくづく感じて、うん、さっきも言ったようにやっぱりこう映像とかテレビとかはもういいんですけど、はい、やっぱり見せられて、多分あのマリオネットだったらその人形しか映さないと思うんですよ、はい、テレビだとね、はい、うん、でも舞台だとその操ってる人が見れ るそこはやっぱり映像ではカットされてしまうものなので、うん、それがやっぱりこう受け身の見る見方ではなくて、うん、こう能動的な自分が見たいところがこう見れるっていうか、はい、そういうような見方がやっぱ生の舞台は見れるんじゃないかなって思うんですよね、うん、だからその、うん、テレビばっかりではなくやっぱ生の舞台も一緒に見ていくっていう日常生活の中に、こういうそういう舞台も見るっていうことがやっぱり生活の中入っていくといいなっていうふうに思うんですけどね。確かに舞台とかって見えるもの全てがその中の演出の一つである部分もあるじゃないですか、うんうんうん、舞台見に行って例えば舞台の後ろの方から見てると、うん、前の方で笑ってる人たちとか動いてる人たちの様子も見てまた舞台にもなるわけで、うんうん、なんかあみんな結構楽しんでるなっていうのも、うんうん、なんだろう、自分も見てるんだけどそういうのもちょっと感じながらとか、うん、周りの人の息遣いとか、うん、そういうのも感じながら見れるっていうのはいいのかもしれないですね。そうなんですよね、うん、だからやっぱやってる方もあの学校公演とかだと、はい、あのみんなこう見せられてるっていうか、はい、生徒たちが、はい、で、はい、そういうのがやっぱすごく感じるんですよね、あの やってる方も、はい、だけどやっぱり会員制でこういう劇場とかやってると、うん、みんな本当に今日は何だろうって楽しみにしながらこうやっぱ来るとそれがビシビシと伝わってきて、はい、演者もやっぱりこうテンションが変わってくるって、それで2つ一体になってやっぱその舞台が作られていくっていうのをよく言われるんですけど、本当にそうだなっていうのを感じますよね、やっぱ毎回ね、まあ、本当にあのね来年も含めていろいろまた楽しい舞台をたくさんこう見せていただきたいと思いますし、やっぱり先ほども言われましたけど生でその舞台を直接こう見に行くことによって子どもさんもね、そしてお父さんお母さんたちもまた家族の中でもいろんな話も広がると思うし、そうですね、共有するっていうのはやっぱすごく大事ですよね、はい、来年からもまたね楽しんでいただきたいなと思いますし、はい、まあ、この静岡親子劇場ちょっと入りたいなって思う方はどうしたらいいでしょうか。はい、詳しいお問い合わせは静岡親子劇場へ お願いします。電話番号は 054-245-7543 です、ホームページもありますのでぜひ静岡親子劇場で、検索してみてください。あと事務局の開局日が月曜水曜金曜の10時から17時になっておりますので、お問い合わせはこの時間にお願いします。はい、はい、
ということでね、今年もいろいろお世話になりました。はい、こちらこそありがとうございました、はい、また来年も、そうですね、また来年、今日は来年というかもう本当に1月の後半には出ていただくの で、ね、はい、ちょうどもう一回この前の夢の話がギリギリで入るかもしれませんけどもね、はい、いろいろ話をまた伺えればと思います、ね、はい、また来年もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、静岡親子劇場、高橋さん、そして小池さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。